こんにちは。今回は沖縄旅行のブログです。いつものようにラウンジでゆったり。それでは飛行機に乗り込みます。富士山見えた。朝食カツサンド。那覇に到着です。レンタカーで移動。昼食はカメカメそばさんへ。サインたくさんあります。沖縄そば、スープスッキリで美味。よもぎをラーメンに入れます。アクセントになっていいね。ホテルに移動します。海と空が青いね。ホテルハレクラに沖縄に到着。リゾートって感じですごい。エントランス見えてきた。立派なエントランスだね。エントランスを入るとすぐ目の前には海。絶景すぎて感動です。今回の宿泊プランはプレミアクラブオーシャンフロント。こちらのプランだとクラブラウンジを使えます。こちらがラウンジからの風景です。ウェルカムドリンクのシャンパン。クラブラウンジでアフタヌーンティーを楽しみます。こちらは全て食べ放題です。一つが美味しい。二周目、どれも凝ってていいね。再びロビーへ。お部屋に行きます。お部屋の様子、お風呂場から。お部屋全体の様子、南国リゾートの内装いいね。窓の外からの景色はこんな感じ。きれい。寝室とお風呂の間の仕切りは開けます。露天風呂気分。バルコニーでコーヒー。波の音聞くと落ち着く。夕食に行きます。とその前にラウンジで1杯飲みます。おつまみ、オリジナルカクテルで乾杯。こっちは別のエントランスみたい。外の噴水広場。魚介とステーキのレストランきた。1杯目は赤ワイン。どれも新鮮でうまうま。なんかのスープ。赤身のステーキでしっかり味してる。デザート。部屋に戻ったらベッドメイクされてる。シャワーは2種類、天井からも出るよ。2日目、いい天気。エントランス横のバーカウンター。朝食は紫龍さんでいただきます。おしゃれな内装。最初の付き合わせ、メインのエッグベネディクト。ちょっとお散歩。ビーチに来たよ。小笠原諸島の噴火の軽石まだ残ってる。夏場開放されるインフィニティプール。ドライブで移動しました。美ら海水族館。水族館は海沿いの公園の中にあります。ウミガメエリア。近づくと大きいのがわかるね。たくさんいる。産卵場所の砂浜とセットなんだって。マナティー館。親子のマナティーかわいいね。イルカショー。大満足。水族館中に行くよ。沖縄の水族館らしいカラフルな魚いっぱい。アナゴすごい数えいる。メインの巨大水槽来たよ。すごい大きさの水槽。世界一大きなサメジンベイザメ。マ
下から見るとほんと大きい。美ら海水族館来てよかったです。絶景スポットで有名な郡大橋に来ました。天気悪いけどそれでもいい眺めです。駐車場適当。名所ハートロックに行きます。角度によって岩の形がハートに見えるんだって。撮影してる人多くてその角度から撮るのは残念。ホテルに戻ります。お部屋に到着。夕暮れの雲から差し込む光、とてもいい雰囲気。お風呂でほかほか。お風呂上がりもいっぱい。夜ご飯はルームサービスでサラダボウルと沖縄そばを注文。3日目、今日も悪くない天気。朝食はラウンジで。この眺めが本当にいいね。落ち着く。少し休んだ後にすぐ昼食、ビュッフェスタイルです。朝ごはん食べたばかりなのであまり食べれず。2周目、やっぱり沖縄そばは美味しいね。このスフレパンケーキ美味しかった。ホテルもチェックアウト、ホスピタリティ最強ホテルでした。免税ショッピングモールガレリアに来ました。人気商品は軒並み売り切れてるし買うものないね。一服。県立博物館に来ました。ここでは沖縄の歴史や自然についての展示がされています。カタツムリ展にも来た。カタツムリ寝かすぎ。レンタカー返却します。那覇空港へ搭乗まで ANA ラウンジにいます。ビールサーバーあると飲みたくなる。これが一番美味しいんだよね。お土産も買った。東京に戻ります。帰りはプレミアクラス。席広い。機内食とは思えないほど充実してる。スパークリングも飲んじゃう。羽田に到着。今回も楽しかった。ご視聴ありがとうございました。